注意、今回使用したエンジンは、エンジンばらしパフォーマンス用に仮組みしているものです。へえ、突然ですが、こんにちは旦那です。皆さんは YouTube は利用されていますか？私は息子の影響で YouTube を見るようになりました。今は時間があれば趣味全開のチャンネルを見漁っています。そんで、およそ2500名くらいがチャンネル登録をしてくれている YouTuber になりましたとさ、自分でもびっくりしましたよ。なんでこうなった？もともとはもらった原付バイクをいじっていただけだったのですが、最近は中華エンジンのエキスパートみたいになってきちゃいました。そんでこの度はぜひとも4ミニの奥深い世界を紹介したく、今回はホンダモンキーのエンジンをバラしてみたいと考えています。4ミニとは、排気量 50cc の原付一種を中心に、排気量 125cc くらいまでの4ストロークミニバイクのことです。って何かに書いてありました。4ミニの中でもホンダモンキーといえば、王道中の王道。4ミニといえばモンキー、モンキーといえば4ミニってくらいな車体なんです。覚えておきましょう。これは間違いなく試験に出ますよ。しかし私が持っているのはモンキーではなくゴリラなんです。1978年式 Z50JZ3L、初代リミテッドエディションのめっちゃ貴重な個体なんです。ってわかる人にしかわからない自慢をしたかったのですが、緩和9台。話を元に戻します。本日ご用意しておりますエンジンは、エンジンナンバー Z50JE101890771974年式の、いわゆる 4L モンキーと言われている時代の非常に貴重な個体です。以前にチャンネル内でオーバーホールしてみたのですが、納得がいかなかったので、そのうちやり直そうって考えていたエンジンです。最近の私が触っているのは、前述のように中国論新車製 152FMI っていうホンダ CD90 のエンジンをパクったものです。本家ホンダのエンジンを触るのは久しぶりなので、うまくいかなかったら笑ってごまかす予定です。して世の中のほとんどの方はエンジンとかキストンっていう言葉を聞いたことがありますよね。しかし果たして何割の方がこれを実際に見たことがあるのでしょうか？バイク屋さんや車屋さんで置かれているものくらいだったら、もしかしたら目にしたことがあるのかもしれませんが、では実際にエンジンをバラしてキストンやコンロッド、ミッションなどを直に目にしたことがある方は、全人類のうち何パーセントくらいいるのでしょうか？すでに進めている予定ですが、本日は、皆さんの目の前でこの貴重なエンジンをバラし、エンジン内部の部品を直に見ていただきたいと考えています。ワクワクしますねー。改めまして分解しているエンジンの詳細を説明します。モンキーは1967年から Z50M 型が販売され、1970年に Z50A 型に変わり、1974年に今分解している Z50J 型となりました。その後2017年に販売が終了するまで、幾度となくマイナーチェンジを繰り返しながらも4ミニの代名詞としてあり続けていました。エンジンの詳細は、空冷4ストローク、OHC2 バルブ単気筒、エンジンの冷却方式が空冷式で燃焼工程が4ストローク、オーバーヘッドカムに2つのバルブを装着した燃焼室が1つのエンジンって意味です。総排気量 49cc、2.6 馬力。ここからはさらにマニアックな情報なのですが、S クランクという短いコンロッドが装着されている中でも、前期型のエンジンなんです。4ミニのエンジンの構成は大きく分けて腰上と腰下に分けられます。腰上とは大まかにピストン、シリンダー、シリンダーヘッドで構成された、実際にガソリンが爆発する燃焼室周りの部品のことです。ピストンとシリンダーはなんとなく想像できますよね。ピストンを無理やり日本語訳にすると合戦という、
込んだり強く押し付けたりの動きをする機械装置だそうです。エロいこと考えてんじゃないよ。シリンダーとは円筒のことらしいですよ。シリンダーヘッドとは前述の部品と一緒に燃焼室を構成している部品で、シリンダーヘッドは古い日本語で気筒図と言ったりする。エンジンの頭の部分にあるユニットです。だから気筒って響きだけでエロいこと考えちゃダメだって。シリンダーヘッドを細かく説明すると一晩かかりそうなので、カムやバルブがついている部品って考えてください。そんで、予定ではそろそろ腰下の分解に入っていますが、腰下とはエンジン下部にある、腰上でガソリンが爆発して生まれたエネルギーを、動力として使えるように変換している部分です。構成部品はクランクシャフト、クラッチ、ミッションなどですね。その他発電機などもついていますが説明ははしょります。ピストンの前後の動きを回転運動に変換するのがクランクシャフトで、クランクシャフトは常時回転しているのですが、回転を繋いだり切り離したりしているのがクラッチです。クラッチを経由してクランクの回転運動を、外部機器に適切な回転数に変換しているのがミッションです。ミッションの説明で減速比というものがありますが、これはエンジンの回転数と外部に向かう回転数の比です。車体の動き始めでは慣性モーメントに負けないより大きな力が必要で、車速が乗ってきたら力より回転が必要なので、そのあたりをミッションで調整しています。バイクのエンジンと車のエンジンの一番大きな違いは、このトランスミッションがエンジン内に組み込まれているかどうかです。バイクのエンジンとはミッションまで一体となり、そのまま外部に適切な回転運動を取り出せますが、車のエンジンとは基本的にクラッチまでを言います。車のトランスミッションは基本的にエンジンとは別体なんですよ。勉強になりますねー。ざっくりとモンキーのエンジンを説明しましたが、この先の世界は奥が深すぎておすすめしません。ですが、ぜひとも一緒に沼にはまりたい方は個別に相談してください。どっぷりと奥深いところまで導きますよ。さて改めまして旦那です。私のチャンネルは旦那チャレンジという、今ではバイクの中でも4ミニ系で、しかも中華エンジンの分解整備ばかりしているチャンネルとなっています。その他、最近購入した大型バイクを乗り回したり、DIY 系の動画などもたまにアップしています。完了。7分32秒でエンジンを分解完了しました。いかがでしょうか？旦那の趣味である4ミニとエンジンオーバーホールと、両つべについて簡単に説明させていただきましたが、少しだけでも共感持てたかな？全く興味がなくても理解できなくても大丈夫。誰もが最初は初心者で、チャレンジした人だけがその先に行けるんです。旦那はたまたまバイクのエンジンにハマっているのでバイク動画ばかりですが、遠慮せずにチャンネル登録してください。本日はお付き合いいただきありがとうございました。もう一度言います。遠慮なくチャンネル登録してください。無事にチャレンジ成功できました。おしまい。注意、今回使用したエンジンは、エンジンバラシパフォーマンス用に仮組みしているものです。普段エンジンをバラすときはこんなに焦ってバラしませんよ。